ほんとちょっとしたぐらいで、やば、チューしたんすか急に帰るじゃないですか、はい、入江さんが送ってくれたんですよ、はいはい、まあ、で荷物とかあるから、はい、入江さんがうちの奥さんにこう渡して、はい、家に入るじゃないですか、バレるんですよ、名字で、はい、奥さんで、また大変になるぞっていう感じです。いないですもんね、そんなに目立ったら大変なことになるよって。チューとかの前にそのことをチューどころじゃない。そうですね、ちなみに名人はチューしたの？あ、彼したでしょ。いや、してないえ、いや、名人、名人、一つだけ注意した。それは聞いておきましょう。それは教えてよ、注意だけして。今日の朝じゃないですか。うわぁ、ちょっと、お前、注意してからあんな顔してきたの。だから今日、一番最初にしてたんだ。どういう感じ、ちょっと、アボサタやってみて。向こうが仕事行くときに、その時起きたんですよ。で、その時ですね。え、どんな感じ？向こうは寝るタイミングで玄関まで行った。玄関行ったの。で、玄関ね。すごいな、忘れてるよって。玄関忘れてる。忘れ物、忘れ物あるよ。どんな感じ？玄関。一番気になってる。前さんってどんな感じなの？前さんどんな感じ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 ？ちょっと注意だけ。前さん、ちょっと自撮りで。それ、違う。前さん、お願いします。150キロ走った佐々木さんの言う聞けないですか。王様っすよ。マジでどマジバカですよ。自撮りしてください、自撮りしてください、自撮りしてください。やばい、やめて。違う違う、使うかどうかわかんないです。確かに、確かに。あとね、自分でカットしたらいい。俺カットしますよ。自撮りしてください。行きますよ。でこれカットしてたら腹立つな。みんなチューするんだな、やっぱ。ここしかしてない。ここしかしてない。お前どうしたの、お前さんは。いや、俺チューしてないよ。最近じゃあ言ってたですか、一番古いの別にいつだ。ああ、でも最近だと、でも久々に呼んだわ、エステを。はいはい、それ抜いてもらったぐらいかな。どんな感じで抜いてもらったの。いや、もう普通に、あの普通に、うん、普通にね。やっぱノリのいい人だったから好きって言ってくるの。だからもう好きって言うじゃん。え全然足りなくないみたいな感じで、その好き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 っていうの言ってから、あー好きって言って好きのラリーでね。ちょっとわかるでしょ、これ高ぶらせてもらったの。そう好きラリーはするよね、まあ。じゃあアボさん行きましょうか。アボさんが先に注意したのです。2ヶ月前ぐらいですよ。え、誰ですか。なんかですか。そういう相手ですね。そういう相手。アボさんも結構そういう行くんですね。そっちじゃないですよ、お店とかじゃなくて、はい、ちゃんと普通のプライベートの。あ、彼女いるんですか。彼女はいないですね。あー今行ってないのあと誰と誰だ。いや、まあ、まあ、そっか。最近いつなんだろう。でもマジ本当記憶ないですけどね。え、今日いや、今日はさすがにこれから予定としては見る。あ、見るはまあ、あれかんころ前にね。まあ、確かに予約した。まだ予約してないんですよ。してない。そうなんですよ。まあ、これからですかね。これから。だって今日結構予約してる人多いんじゃないですか。まあ、予約したいよね、正直。トマさん、いや、今日したいでしょ。もう今日何時。結構10です。ジュースなんだ。ここから呼ぶちょっと人望はないね。ヒップなし。ヒップなし。売り切れてます。もうないっす。そう、無限列車。俺の無限列車もダメですね、終点。あ、アボさんいるんだよ。え、どういうこと。アボさんと整体します。アボさんと整体しますかって。この流れですよ、整体しますか。何が整えるんですか。ヒカルもそうか、聞いてないか。でも一応、ね、聞きたいです、こんなやつ。まあまあ一応、まあ、この流れ行かないと聞きたいかなっていう。チュ、まあね、ですか、チュ。うん。あ、でも今日の朝ですよ。ちょっと待って。一緒にしてた、一緒にしてた。今日の朝っていうか、起きる前かな。起きる前、食べたって寝る前。おー、それ相手はどういう人なの。相手はもういつもよく会ってる方ですよ。あー、よく会ってる。定期的に。 SF? SF じゃないですね。あー、違う。SF とかいないんで。あー、違うんだ。僕がつかないんですよ。なるほどね。はい。まあ、もうみんなだから中してるんだ。30時間生放送が中の話になってる。結局でもこういう時佐々木さんって言わないよね。結局いつもそうやって逃げる。どうぐらいよくないですかね。いや、いつも全然言いますよ。何言うしてるんだよ。最後注意したんだ、いつですか。え、多分もう今日っすよ。え、子供がいるんだよ。
いや、奥さんと奥さんと奥さん、もうガチで言ってた。はい、3年半前とかなんですよ。それは嘘だ。え、ないと思うけど。じゃあ、わかりました。じゃあもう明日観光あるじゃないですか。家帰って明日行ってください。いや、マジで今いや、これ大事です、大事ですよ、やっぱ110キロ走って相馬さんの約束。いや、そうです。でもやっぱあっちも絶対感動してるし、でもどっちから行くと、やっぱ男から行かないと。それはいや、なんかね、もう家族になっちゃってるから。いや、まあ、そうですね。まあ、まあ、そういうのあるって聞きます。僕はやっぱ結婚したいから分かんないですけど、はいはいはい、でもやっぱなんかその夢をください。まあまあまあね、そんなその結婚、まあ、こんなんだったら名人が進めなくなっちゃうから。そう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 。どう名人だけど、名人って今もバカみたいに朝チューしてるじゃんね。普通にチュー進むんですもんね。まあまあまあしますよ。ああ、人によるんだ。110キロ走ってる佐々木さんの意見なんですよ。110キロ走ってる佐々木さんの、この意見なんですよ。佐々木さんも見本が見たわ。見本が見たわ。佐々木さんの、え、落とせ。落とせ言いました今。